スは上がった。買い取りは、もう、こちら675円、かなりの値段で売れる。で、次は、このビッグウィングを狙います。ゴミ屋敷をここを通してみよう。少しもう、あれらしくなってきますね。あ、確かに加速が上がったような気がする。これだけ加速があればもう、ここに金棒じゃん。高くなるとね、やっぱりね、スピードを失ってもいいっていう感覚が少しだけ思い浮かびますね。そういえば、ケイスケさん、はい、あのさっき見たあの動画、続きはどういう、はい、ちょっとそこは NG 発言です。はい、いや、いや、誰がどう言おうとここは NG です。なんで？はい、はい、さっきと言っただけであって、別に、はい、はい、じゃあそっから先はちょっと言わないよ。で、なんですか？あれと続きあったっけ？ただそれだけや。続きは高くなっていい。まだ今はありません。ないか。OK。特に、特定するものでもなかったよ。いや、まっきり。ちょっと、まあ、そっから先に取ったら危なかったな。いや、俺続きあったっけって聞こうとしただけやで。いや、前同じようなことあったから。ああ、そうやな。だからちゃんと個人名出さんようにしたんや。個人名。なんでずっと一般が気になるかって、まあ、ただ一般なんですけど。うわっ3速で一体何キロ出るんだろう。こいつは把握できてない。まあさすがにここは一生遅れ無理か。発言だぜ。仕方がない。ここは俺の内閣改造ブレーキング。今のは OK か。 OK やけど意味わからん発言っていうのもあかんから、まあできるだけさっきの進行しか。え、あれはまだ有名やんか。次買うものはビッグウィングかエンジンさんですね。一回アップダウンの時にこいつ持ち込んでみよう。やれるかもしれない今の俺になら。あ、これ二分割だわ。よろ。すんげえギャップ。バブが一回コース出しておかんと初見もクソもできん。仕方ない、この俺のカンナウトジャビン、カンナウトドライビングを見せてやる。危ういドライビングを。かっこ今さ、今のは俺が命名しました、勝手に。さすがに引っ越しは知らない人いないでしょう。あれ有名だからまだ。
ったんだと思うよ。そういえば履修したの初めてだったんだって。まだ3位を狙えそうな今日順位だ。うわっ、おい、すんごいギャップ。容赦ないアンズレーション。お、3位のセリカ発見。ファイアバードごとき我が一歩は負けないのだ。そうや、このレース2周だと忘れてた。ちょっと成績出してよ。もういいという成績。なんだよ、これ死ねよ。せめて4位を取りたいね。Thank you.